ばんは、元男の子の青木香音です。今日はですね、なんとあの登録者100万人超えのトップ YouTuber マスオさんとコラボすることになりました。やった。私が今日何をするかというと、マスオさんにドッキリを仕掛けようと思います。以前ですね、事務所のウーム野球部の撮影の時に、私が前々からちょっと肩を痛めてまして、キャッチボールしてる時に肩痛いなってこう独り言ぼやいてたら、いきなりですねマスオさんが、初対面ですよ、いきなり駆けつけてくださいまして、マスオさんがマッサージしてくれたんですよ。めちゃくちゃ優しくないですか。そしてマスオさんって今朝の子供向け番組のおはスタでお兄さんをやられているっていうこともあって、もう誰もが認める好青年な成人なんですよ。ということもあって、個人的にあのマスオさんが感情を出すというところを見たいので、今日はマスオさんにタメ口を聞くドッキリをしたいと思います。申し訳ございません。今ですね、あの目の前にマスオさんのマネージャーさんがいるので、念のため確認したいんですけども、本当にこのドッキリ大丈夫ですか？全然やってもらって大丈夫。え、本当ですか？ほとんど怒んないので。はい、ですよね。その場を下に攻めてもらえればな。え、むしろ攻めていいんですか？攻めちゃってください。マジですか？わかりました。頑張ります。頑張るぞ。青木さんから来てる企画の件だと思う。ああ、もうバッチリですよ。だっていいんですよね。感情をあらわにしちゃっていいんですよね。あらわにしちゃいましょう。いや、むしろおどおどしてる姿見たいですよ。いたずら心が花を咲かせてしまうかもしれない。いやー、どうころ、もうめちゃくちゃ派手に怒ってみます。めちゃくちゃ派手か、逆にリアルに。ああ、もう無言で、むちゃくちゃリアルに行きましょうか。ああ、ちょっと緊張してきたわ。楽しみですね。楽しみですね。怒る練習しとかなきゃ。こんにちは、元男の子の青木香音と。こんにちは、男の子のマスオです。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、もうずっとあの大学時代から見てました。なんか光栄です。むしろね、今日家まで来ていただいてありがとうございます。すごい綺麗な家でびっくりしました。これがトップ YouTuber なんだな。なことない。そんなもっといい家いっぱいあるでしょ。緊張しちゃってるんですけども、今日はですね、マスオさんに登録者が今38万人なんですよ。おー。で、もうトップ YouTuber じゃないですか。そうなんですかね。はい。のマスオさんに YouTube を始めるきっかけと継続する秘訣を聞きたいなと思いまして。はいはいはい。じゃあ全然いいですけど、じゃあまずは何ですか、きっかけから話せばいいですか？そうですね、きっかけから。きっかけは最初2012年ぐらいだったんですけど。そうですよね。まあ、あの頃がまあ一番最初の頃ですよね。この前に正直自分のこう友達より動画とかよく作ってて、その動画をみんなに DVD に焼いて配ってたんですけど。そうなんだ。それがこう面倒くさいなってなって、だったら YouTube に上げて配った方が楽かなと思って、一番最初は始めた。そうなんですね。ヒカキンさんとコラボされてたじゃないですか。あれが私きっかけかなと思ったんですけど、違かったんですね。いや、その前からやってて、ヒカキンがうちに来ていたタイミングらへんから、YouTube やってみたらみたいな誘ってもらって。そうだったんですね。そう。まあ、そっからちゃんとマスオ TV っていうチャンネルを作って、まあ、やってみようかなって思ったのが最初のきっかけ。TV とさ、ヒカキン TV とマスオ TV 同じでいいんじゃねみたいな。そう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 。その当時 TV 流行ってたから。あ、そうだよね。そう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 。あ、そうなんですね。そうなんですよ。はい、もうなんだかんだもう長年 YouTube やっております。2012年って言ったらまだ YouTube その収益とかなんかそういう感じもない。収益はあったんです、実は。あ、あったんだ。その当時実は僕ブロガーもやってて、もともとブロガーだったんですよ。あ、でもなんかこれは私見たことあるよ。あるでしょ。あります。え、そうなんですね。そう。え、どういうブログ書いてたの？ブログはね、海外に1年間住んでたから、うん、あの僕が、あ、マッサージやってましたもんね。マッサージやってた時にカナダに1年間住んでたんですけど、はい、海外に住んでから365日絶対書くっていうのを、すごい、あっちでの体験全部書いてたんですけど、今はそれをブログちょっと見れないような状態になってる。なんとなく私知ってるってことは、やっぱり私マスオ TV のファンですよ。おー、ありがたい。これ知ってる人ってそうそういないんじゃない？めちゃめちゃ見てたんで。
あの初期のその掛け軸も私あの見てますよ、あの後ろの掛け軸あれやっぱあれつけてたよね。つけてたですよね。つけてた。なんであれつけてたのか分かんないけど、背景ちょっとこう飾りたいなと思って、なぜかつけてた。これがあのマスオ TV の歴史ということで始まった一番最初ですね。次マスオ TV が今こうトップを走り続けて継続しているその秘訣を聞きたいんですけども、それ聞いてもいい？あ、もう全然。本当ですか？全然。まあトップって言ったらちょっとおがましい感じで、私からしたらもう本当にずっと追っかけてる存在なんで。本当にそれ本当で？はい。あ、本当。あ、どうかな。やっぱり続けるのに大事なことってすごいありふれてるかもしれないんですけど、楽しむ的なこと。そうですよね。なんかもう本当にマスオ TV でーすってこうやって TV 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 やってるじゃん。すごい。やってるやってる。これがなんか私にとってなんかグッズ、これ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 、うん、ああこれこれめちゃめちゃいいですよね。そういうことか。マスディビーでこうやるとやばい顔になる。これ私あの2枚目の潜在写真って知ってますけど。よく知ってる。本当に私マスオ TV の大ファンなんですよ。本当にあの今までなんかレビューしたなんか iPhone ケースとかもすごい私同じの買ったりとか、壁にひっつくやつとか、あれはすごい、ね、ああいうのも全部私見てます。ありがとうございます。秘訣ってそのなんかいろいろあるじゃないですか。例えばそのモチベーションとか保ち方みたいなのも私気になるんですけども。あー、モチベーションか。やっぱ何かな、今までで言ったらやっぱね、 YouTuber やってるとモチベーション下がってくるんだよね。なんか毎日さ、あの動画撮って編集してアップしてコメント来て、で結構孤独なんだよね。そう、その孤独に勝たなきゃいけないから。でもなんかいるじゃん、そのなんか一緒に編集、あ、編集一緒にアレンさんいるけど、でも毎日来てるわけじゃないし、今なんて本当にたまに出してくる。アレンさんも私知ってる。あ、知ってる。めちゃめちゃ見てるから。隣人。なんかいつも動画を撮るみたいな感じのそのルーティーンみたいなの聞いてもいいですか？あ、あ、もちろんもちろん。いやでもな、最近朝起きてあんまりこう朝ちゃんと起きれてないんだよね。難しくない？起きるのってね。しっかり。え、何時起きてるの今？今ね、10時とか。遅いよ。遅いんだよ。いつも何時に寝てるの？いつもね、3時とか4時とかに寝て、まあ、10時ぐらいに起きて、そこから、まあ、動画を撮影する。ああ、それ編集してんだ。そう、編集。それ大変だって、結構毎日出してるもんね。そう、結構毎日出してるんだよね。いや、やっぱりね、毎日やってくると大変なんですよね、本当に。もうあとね、大事なことって言ったら、うん、YouTube やっぱ研究することもめっちゃ大事だよね。え、特に誰を見てるとかってあるんですか？僕の場合はゲーム実況もするから、もうゲーム実況者は結構見てる。よくなんでマスオゲームズ更新してるもん。そうそうそう、 Apex とか今来てるゲーム、すごいよね。なんかメインチャンネルとゲームチャンネルとか、またサブちゃんもやってるじゃん。うん、やってるやってる。オハスタもやってる。オハスタもやってる。オハスタ見たことある？東京人ですよ私。あ、東京人。めちゃめちゃ見てましたよ、オハスタチルドレンです私は。あ、オハ友だ。オハ友こんな。あ、オハー。やってるよね。やってる。オハスタに行く人かやっぱ朝の前。朝4時起きだから。ってなると動画の撮影が、そっか、その後か。そう、火曜日はね終わってる。もうね超きついから。むしろなんか他にもなんか聞きたいことってある？なんだろう。でも結構聞けましたね。全然いいよ、聞いてくれても。もっと全然、もっとなんか深いことを聞いていいよ全然。ああ、はい、そうだな。これのこととか。これやっぱトップ走り続ける、これかー。マスオ TV ならではの。これの何が聞きたい？どんぐらい、どんぐらいか。どうしようかな、どうしようかな。これテンション教えてよ、教えてよ。いいマンション住んでんだからさ。いいマンション。いやでもな、お金って結構大事な話じゃん。いや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 、お金ってそんなさ、やっぱちょっと一瞬あっちちょっと行ってきますわ。 あ、ごめん、なんでもない、本当に。ちょっとだけ、ちょっとだけ、ちょっとだけ。初めて言いましたね。え、でもだってこれ
どうしたらいいですか、私謝った方がいいですか。やりすぎました、やっぱりかもしれないですね。じゃあ、その謝りたいってのだけ伝えてくるんで、ちょっと待ってこれ、これ動画外として、私どこまでか分かんないですけど、どうだろう。最後ちょっとやりすぎましたかね。あとちょっとやりすぎてた部分はあるかもしれないですよね。どうしよう、とりあえず座りましょうか。普段すごい温厚な方なので、あんな怒ってたの見たことないです。はい、マソディミです。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 どういう意味ですか。ドッキリです。私がドッキリかけてるんですよ。僕がドッキリかけてます。どういうことですか。ドッキリです。マソディです。結構泣きそうなんですけど。どういうことですか。ドッキリです。ドッキリ、ドッキリ、逆ドッキリ。ちょっとやりすぎたかもしれない。 なんかなかなか怒んないから。いや、怒るわけないじゃないですか、あんなので。むしろ僕もどのタイミングで怒ったらいいかなってね、悩んじゃった。もっと攻めてほしい。やばい、ちょっと一気に変な汗が。あのドッキリ中こっちも変な汗かいたからね。あ、タイミングを どこで怒ろう。よかった。よかった。石田さんもあれですか、もしかして共犯者ですか。くださいよ。もうここグルしかいないっす。そういうことね。逆ドッキリ大成功。この後癒してください、マッサージで。いや、させていただきます。てかすいません、本当私こんなやつじゃないんですよ。本当にまだ 3,4 回じゃないですか、お会いして。こんなやつじゃないんで本当に。いや、でも裏ではあんぐらいタメ口なんですけどね。いや、してない。そうマジで私敬語すごいですよね。敬語すごいっすよねって。私敬語すごいんですよ。それからも仲良くしてあ、こちらこそ。でも敬語じゃなくてもね、フランクですごいいいと思いますけどね。いやもうちょっと怖くなっちゃった、さっきの。ということで、マスオさんにですね、タメ口をしたらどうなるかってドッキリをしたつもりだったんですけど、私がはめられてしまいました。逆ドッキリ大成功の動画という感じで、今回の動画を終わらせていただきます。大丈夫ですか。動揺してますよ、本当に。ちょっと趣旨が変わってきた。ということで今回ですね、マスオさんとコラボ企画ということで、マスオさんのチャンネル画面の下にあります、この後撮影一緒にまたさせていただくんですけども、ぜひマスオさんの動画もご確認ください。少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントもぜひフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。早い。もうほんとあんな感じなんですか。結構物に当たるタイプ。いや、当たんないよ。あの、大げさにちょっとしたいなと思って。そういうことか。そう、もちろんあんなんじゃ怒んないですからね。これから仲良くしてください。あ、こちらこそよろしくお願いします。徐々に怒ってください。行きましょう。